皆さんこんにちは、田中川です。今日はですね、私のモーニングルーティンを皆さんにご紹介していきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。朝はですね、人事からの電話で起こされることが多いです。はい、迷惑です、朝から。はい、私はですね、大体電話が終わった後に二度寝します。はい、寝起き悪いです、すごい悪いです。はい、こんにちはって、そしてですね、インスタとかツイッターとか、まあ、LINE とかを朝起きてからまずチェックします。おっと、田中選手起床しました、さてどこに向かうのでしょうか。洗面台ですね、まあ、洗面台でね、まず朝は顔を洗います。当たり前なんですけど、で顔を洗って、まあ、拭いてもらってね、はい、いい感じ、はい、拭いてください。そしてその後歯磨きします。まあ当たり前なんですけどね、これも、はい、皆さんしますよね。はい、って感じで、まあ、当たり前のことを当たり前のようにやってるだけの動画です。イエーイ。洗顔と歯磨きが終わった後は、昨日の自分たちの YouTube や他の YouTuber さんの YouTube をチェックしたりとか、あとは自分が編集しないといけない動画をまとめたりとかですね、まずパソコンの作業から一日がスタートします。はい、はい、それが終わったらメイクをするんですけれども、まず私はですね、いつもメイク道具をすべてこういう風に机の上に出してメイクを開始します。はい、メイクはですね、毎日メイクとかメイク動画載せてるんで、そっちを見てほしいんですけれども、メイク中はいつも絶対にドラマかアニメを見ながらしますね。はい、今日はですね、ミルモデポンを見ながらやりました。最近ハマってるアニメはミルモデポンでございます。最近まで、まあ、コードギアスだとか、まあ、そういうなんかいろんなアニメは見るんですけれども、そうですね、今ハマっているアニメはミルモデポンです。本当に自分でもいい加減にしてほしいなって思います。でも面白いんです。はい、いつもリップはこの中から選ぶんですけれども、今日使っているリップはニックスのスリップティーズリップラッカーの08番と、あとニックスのデュオクロマティックリップグロスの05番ですね。こちらのリップはすごいお気に入りで、すごいおすすめです。ということで、こちらのメイクが以上になります。はい、朝はですね、いつもこちらの紅茶の豆乳を飲みます。はい、いつもだいたい朝ごはんは豆乳を飲むだけです。朝ごはん食べません。はい、そして豆乳を飲み終えたらですね、お決まりのミルモデポンを見ながら髪の毛をやっていくんですけど、基本私は巻くのはウェーブですね。ウェーブしかあんまりしないですね。はい、そしてね、ミルモデポン見てるんですけど、まあ、今日の話はなんか、あのミルモの国に主人公の女の子いてるんですけど、その子が遊びに行くっていう話で、はい、すごい面白かったです。小学校3年生の女の子なんかなって思うぐらい、あの清らかな心でミルモデポン見させてもらってます。ありがとうございます。はい、続いては服選びですね。ルームツアー撮った時はまだちょっとクローゼット汚くて見せれなかったんですけど、はい、今はもう片付けました。はい、今日の服はですね、緑のトップス、まあ、ボーダーのトップスですね。で、下のズボンがですね、ドットの可愛らしいやつです。はい、選びました。そしてアクセサリーもここで選びます。いつもつけてるのはビビアンのネックレスとかパンドラの、ブレスレット、これは絶対毎日してますね。はい、ピアスもつけてもうて、はい、はよつけてくれますか。遅いわ、はよつけてよ、遅っ。はいはい、いい感じよ。はい、つけてね、早く。ネックレスも、はい、してもろって。はい、OK ですね。はい、そして、遅い、あ、遅い遅い。はい、ブレスレット、あ、OK、OK。はい、パチってやってもらって。はい、OK です。はい、OK です。結構です。はい、髪の毛別に触らんでいいからね。そんな自分の顔の確認結構です。はい、ありがとうございます。行ってきまーす。何が行ってきますよねって自分でも思いました。ありがとうございます。はい、そして今から靴を選びますね。はい、靴箱開けてもらって。はい、ヒール選んでもらって、はい、そしてですね、靴を履いていつも出かけるって感じです。今日はね、ルーティン見てくれてありがとうございました。以上で私のルーティン終わります。じゃあね、バイバーイ。